方からいろんな iPhone の人、僕の少なからずの経験で見てるんですけど、本当に気違いぐらい愛してるんですよ。俺大好き。だから俺本当にこんな愛してる人見たことないですよ。本当に。だからこそ奥さんも答えてくれるのかなって僕の中では思える。あ、でもそれもあると思う。いや、まあ、それは絶対、ストレートに俺は伝えるから。いや、マジ好きじゃないですか奥さんのこと。大好きよ。それこそ昔ね、映画の時聞いたのが、やっぱ奥さんとの夜の関係ってやっぱ飽きちゃうじゃん。だからそうです、それ大事なんですよ。それを自分の中で飽きてるなって分かるから、いろんなコスプレとかして紛らわせ。やめろお前。俺でもその努力すごない？奥さんだ、浮気しないために自分。違う、ちょっと語弊あるんで、紛らわすためにじゃないよ。コスプレさせてますよね。いや今はないよ。昔もこれは別に、まあハネロの扉の時に喋ってたから話すけども、今は本当にしてないけども、お互いよ、お互い努力で。俺はずっと昔から言ってたの、絶対夜の営みは大事だよね。そうですよね。常にカップルみたいな感覚が大事だよねっていうのは伝えていたからっていうことよ。さっきいつしたんですか？何？じゃあこれあんま聞かないし、カットしてもいいですけど、最近カットしなくていいよ。最近いつしたか知りたいです。俺は全然言っていいけど、後から嫁のカット入るかも。ああ全然いいです。3日前や。これやばいぞ。これすごい。何をハイタッチしてんの？絶対カットしないぞって言う。いや、俺でも本当に安谷さんが一番嬉しそうかもしれないですよ。いや、これ笑ってるけど、笑ってるけど本当に素敵なことだと思う。俺マジで。僕は2日前です。マジで。聞いてない聞いてない。聞いてないの。ちなみにじゃない。いやいや、大事なことでしょ、だから。大事でしょ。いや、俺すごいと思うわ。いや、じゃあ俺がそれがすごいとも思わないから。何がすごいのって思う。いや、でもそれはすごいと思います。確かに男の僕からしてもすごいと思います。それがよくわかんない。いや、そのあんまりそういう夫婦見たことがない。見たことないです。あ、マジで。本当に見たことないです。だって何年目です、結構。16。で、3日前ですよね。だから理想ですよ、本当に。いや、本当に。それはやっぱ、本当好きだからってことですか？それともなんか、努力してるんですか？何にも努力してない。好きだから。かっこいい。いや、マジで。本当にかっこいいと。それでしかないからね。興味ないもん、俺他マジで。かっけ。性癖とかってあるんですか？光くん、この人本当意外にしなきゃいけないよ。でもそこまで突っ込むのがトランジスタなんじゃないですか？なんか僕らの中で、僕と光ってちょっと性癖歪んでるんですよ。僕は特に歪んでると思うんですけど、その歪んでる人でもそういう夫婦生活を送れるのかっていう指針として性癖が歪んでるかとか気になるんですよ。俺マジで歪んでないと思う。めちゃくちゃストレートだと思う。それで言うと気持ち悪がられるのは、おそらく普段から恥じらいを持とうっていうルールを決めてたりとかして、嫁を覗きに行ったりするのよ。そういうのは気持ち悪いかもしれないよね。はい、気持ち悪いです。それはなぜ覗きに行くかっていうと、ちゃんと恥ずかしがるかどうかをチェックしたんですよ。俺がバーって着替えてるとこバッて見た時にキャッて言えるかどうかが俺の中で大事なんですよ。僕らは結婚経験ないですか？2人行きたいです。どうなんですか？すごいことですか？やっぱり。いや、すごいと思います。日常になっちゃう。ありえないですか？ありえないと思う。それ覗きに行くことあります？奥さんに。ないです。武田さんが踊ってたらなんかちょっと嫌っすね。そうですね、シベリアン怖いよね。奥さんもすごいよ、そうやってなんか通もうバーってなっちゃうじゃないですか、うん、奥さん絶対ならないですね。奥さんもすごいですよね。だからね、YouTube も出ながら子育てしながら、女性も辞めずにずっと維持してるわけじゃないですか。確かにね。そうか、それすごいっすよ。奥さん綺麗だもんね。いや、それで言ったらもともと綺麗だけど、 YouTube にお手伝いとして出てもらってからさらに綺麗になって、垢抜けていくんですね、やっぱり見られて。だからどんどん好きになっていく。俺今がベストだもん。